活動遷移っていうのが発生します。この活動遷移っていうのが神経をポン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 と伝わっていくわけです。これをいいですか、伝導と言います。活動遷移は伝わっていっても全然形が変わらないということから不減衰伝導を行うというふうに言われているわけです。平行遷移っていうのを理解してください。そして、最後の子が持っている透過回路全依存性の4チャンネルというもの、この3つをこの活動遷移は一体どんな化学現象なのかを理解する素地になりますので、このこれらの話を今からやっていきますからね。まず平行でいいからいきたいと思います。4チャンネルという化学ポテンシャルに従って全員差が静止なので良いというふうに言っているんです。はい、まず平行でいいからいきたいと思います。平行電位を理解するためにはまず仮想実験を行います。非常にシンプルなものですので分からなかったらすぐ聞いてくださいね。これ何かというと、ここに膜で仕切られた溶液が2つこちら側とこちら側に入ってますという状態です。こちら側にはカリウムイオン、またそれの対になる、A- って書いてます陰イオンがあります。まあ生体だったらこう大体は Cl- 添加物イオンになりますけれども、まあこういう状態になる。こっち側すごく少ないという状態と考えています。でここの膜はですね、イオンチャネルというもの、イオンだけが通る穴のことをイオンチャンネルというふうに言いますね。でこれイオンチャンネルの中でもこのカリウムイオンだけを通す穴なんです。いいですか。この状態だったら何が起きますか、池田先生。イオンが、左から右に、はい、どのイオンですか、どのイオンですか。カリウムが、そうですね、黒い色のこのカリウムイオンしかこの穴通れませんので、この白いやつマイナスには通れないわけです。だから当然濃度差化学ポテンシャルに従ってこいつはこっちに動いてきますよね。すいません、はい、ちょっとカリウムイオンが通るにはそのチャネルの幅が小さいように思いました。ここははい、確かに申し傷ですよね。そこら辺は目をつぶってください。はい、わかりました。ここ小さくすると大変なんです。これを大きくしたんです最初は、はい、ぐらい。そしたら大変、なんかチャネルに見えなかったんです。はい。いいですか、これで。もう通りましたよね。はい、通りました。通りました。通ったんです。はい、この状態になりました。ここで何か問題が生じます。どんな問題が生じますか？これが1個映っただけで、実際もっとたくさん動くわけですけれども、1個動いたら、明らかに電位差が生じてるの分かりますか？はい。ここは、カリウムプラスのイオンが2個になりました。結果的にプラスの方です。でこっちの方はプラスのイオン失われて、プラスのカリウムイオンよりマイナスのイオンが多くなってますよね。ですのでこっちはマイナス、電位差が生じてくるわけです。そうすると何が起きますか、こちらの方に電気的な力を使ってこのカリウムイオンを戻そうとする働きが働いてきますよね。ということはたくさんこれどん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 流れていってもいいわけですけど、動いてしまうとどん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 電位差が生じてしまうんで、今度は逆にプラスのイオンを内側に留めていこうという力、つまり化学的な力ポテンシャルと電位的な電気的なポテンシャルが拮抗してしまうわけですね。それによってこのように濃度差が生じているような場合っていうのは、この内側、こちら側とこちら側で電位差を生じてしまう。そしてそれがこの濃度勾配によってある一定の状態で平行状態に達してくるわけです。いいですか？はい。これを平行する、平行状態で落ちる電位で生じる電位なんで平行電位っていうふうに言うわけですね。これはこちら側とこちら側の濃度差、そしてここのイオンの通りやすさによって大体決まってくるものになります。なんで、カリウムなんですか？ここはカリウムじゃなくてもナトリウムでやってもよかった。他の例えば逆に陰イオンでやってもいいわけです。なぜかっていうと生態の話をしたいんでカリウムを使わせてもらいました。これで細胞膜の話につなげたいわけです。いいですか。生態ではいいですか、細胞膜が
は基本的に、まあ、どんな細胞でもそうなんですけど、基本的にこのカリウムイオンチャンネルを発現してるんです。どんな生物ですか？ほぼ。どんな細胞でも。カリウムじゃない、なんでカリウムなんですか？なんでカリウムなんでしょう？なんで生物カリウムなんですか？生命はどこで生まれた？簡単に言うと。海。だったら海は？ナトリウム。そうなんです。NaCl の環境下で生命は多分生まれてるんですね。ですので、まあ、それは浸透圧のところでもまたいつか浸透圧の話しますけど、そうなってくる。なぜかその時に細胞内にカリウムが多くなって、細胞外にはカリウムが少ない状態が生じたわけです。ナトリウムと、まあ、カリウム、ナトリウムの話は後で出てきますけど、基本的に生命がどっか生まれるタイミングで、あの、証明することはできないですよ。証明することはできないけれども、細胞の外にナトリウムが多い状態で、細胞の中は少なくて、逆にカリウムは多い状態になる。細胞という形態が生まれました。その時に外にはもうナトリウムは圧倒的に多いわけです。 NaCl が多い状態で、その細胞の中は積極的にナトリウムを排出したわけです。そしてその代わり浸透圧を合わせないと細胞破裂してしまいますから、カリウムは細胞内にとどめておくようにしたわけです。その時におそらく使えた最も豊富なイオン、電化的にもナトリウムと非常に性質の似たものということになってくると、選択されるのはナトリウムを排出しているんですが、代替となるものはカリウムになりますよね、ということになります。今のでちょっと納得しといてもらえますか？いいですか？先進みますよ、はい、で、我々の生態の中では今言ったようなナトリウム、そしてカリウムに濃度差が生じている状態なんですね、だからこの仮想実験をこちら側を細胞内と捉えてください。こちら側を細胞外というふうに捉えてください。いいですか？ですから、これ、まあ、だから例えば細胞外に血管中にカリウム溶液から入れてしまうと大変なことになってしまうわけですよ。いいですね。この、だってもうこれスルスルで通っちゃいますから。いいですか？これによって何が起きているかっていうと、さっきの平行電位の現象が我々の細胞の中でも起きているということになるわけです。つまり、電位差が生じているわけですね。まあ、ここ60ミリボルト程度とか言ってましたけど、これ生物種によって結構違います。細胞の種類によっても違います。まあ、私は講義は60ミリボルトぐらいということで、まあ、話をしてますけど、まあ、例えばイカとか海に住む軟体動物だっていうのはものすごいマイナス90ミリボルトぐらいあったりとかですね、もっと細胞によっては浅くてマイナス40ミリボルトぐらいに、あの、精子の平行電位が来ている。まあ、その平行電位っていう話をすると、さっきの概念話になるわけですけど、実際生体膜の中ではカリウムイオンだけじゃなくてナトリウムイオンもわずかに通る、あと塩化物イオンもわずかに通るということが分かっています。その3つのイオン、まあ、ほとんどはこのカリウムイオンのチャンネルの働きによって、電位が決まってて、それを細胞の膜における電位のことを精子膜電位というふうに言ってるわけです。これを極が分かれているということから、このような状態を分極というふうに言うわけです。ですか？極が分かれている。ですので、この状態からまあ何らかの反応が起きて、この電位差が浅くなる。例えばマイナス30ミリボルトぐらい浅くなったとすると、分極状態から抜け出そうとしてますんで、何と言いますか？脱分極。そうなんです。脱分極と言います。逆に、このマイナス60ミリボルトぐらいだったのに、何らかの反応があって、例えばマイナス90ミリボルトぐらいまで下がったということは、分極しすぎてるわけですから、過分極というふうに言うわけですよ。いいですか？言葉の定義を覚えておいてくださいね。さて、今回の動画はいかがでしたでしょうか？今回のクイズはこちら、答えは下の概要欄からノート記事をご覧ください。 Twitter や Instagram もやっております。我々の活動が面白いと思ってくれた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。